エドゥアルド・ラクレテルによる、肖像がベルシマ公爵及び、ムラン氏爵及び、防止爵、ニコラ・フーケは、フランスの法律家、財務官である。ルイ14世の下で、大倉教を務めた。パリに生まれる。有力な貴族の家柄であり、イエズス会で予備教育を受けた後、13歳で、パリ高等法院の弁護士として認められた。十代のうちからいくつかの責任ある地位を任され、 20歳になった1636年には、三次院西岸委員の地位を獲得できた。1642年から1650年にかけて、まずは、県の経理係に任じられ、やがて、ジュール・マザランの軍隊の経理係にも任じられた。これらの仕事を通じて法廷に関わりを持ち、1650年には、パリ高等法院の検事総長の地位獲得が認められた。 マザランは亡命したが、そのまま風ケは抜け目なく、マザランに忠誠を誓い続け、彼の財産を守り、法廷の状況を知らせ続けた。マザランが帰国すると、風ケは見返りとして大倉卿の地位を要求し、獲得した。この地位には資産家を任命することが多く、風ケも資産家貴族の娘マリード・カスティーユとの結婚によって、資産を大幅に増やしていた。 個人の資産力と常に自信あふれた態度により、風景は政府からますます信用されるようになった。実際にその手腕は確かで、風景の在任中国家財政は赤字を急速に減らした末に黒字化を成し遂げている。ただし風景は依然として高等法院の検事総長だったので、その地位によって資産調査からは免れていた。風景が大倉京になったことで、 マザランは風景に嘆願する側の立場に変わった。長引く戦争のための費用やマザランのような宮廷人からの様々な嘆願に対処するため風景は時として個人資産を流用する必要にも迫られた。しかしそのうち風景は財政を行使混同するようになった。やがて会計の混乱は絶望的な状態になった。 詐欺的行為があっても咎めはなく、財務官たちは様々な援助と行政的な特別扱いを餌に買収された。風景の資産はマザランの資産さえ上回るようになった。しかし、マザランは過去に風景と同様の手段で私服を肥やしてきたために風景を取り締まることはできなかった。風景が裁かれたのは後のことでマザランの捜査官や 公認のジャンバティスト・コルベールが始末をつけることになった。やがてマザランが死去した。風ケ自身は政府内でも有名な政治家となった自分こそ政府の党首になれると期待していた。しかし彼の隠しようもない野心をルイ14世は不快に思っていた。さらにコルベールは風ケの欠点や風ケが関わった最悪の事例を洗い出し、それをルイ14世に報告した。 この報告や風景によるとんでもない支質学を目にして王の不信感は増していった。風景は一万一罷免された際の避難場所としてベルトの港を買い付け島の要塞を強化した。風景は大金を投じて自分の辞書にボーイコールルイコール微古城を建設した。この城は巨大で見事な装飾が施された。この装飾アートに ベルサイユ宮殿にも採用されることになり、風景が用いた建築家のルイル・ボー、画家のシャルルル・ブラン、造園家のアンドレル・ノートルの3人はベルサイユ宮殿の建設にも採用された。風景はこの城に貴重な本や最高級の絵画、宝石や骨董品を取り揃え、芸術家や著術家に囲まれて過ごした。料理人。 フランスはバテールが采配を振った食卓には、才能のある人ならば、誰でも客人になることができた。客人の例として、詩人のジャンドラ、フォンテーヌ、劇作家のピエール・コルネイユ、作家のポール・スカロンなども挙げられる。1661年8月、ルイ14世は、すでに、風景を失脚させると心に決めながらも、風景が棒で開催したパーティーに参加した。これは、 フランス史でも一、二を争うような豪華なパーティーで、モリエールのコメディバレー、派と迷惑な人たちも初演された。この豪華さを、王は嫌い、風景の運命が完全に決定された。とはいえ、王はこれほどの力のある大臣にそのまま対立することを恐れた。手の込んだ企みによって、風景は、まず自分の検察長官の地位を売り渡すように仕向けられ、それによって、 特権の保護を失い、そして代償を国庫に支払うことになった。ルイ14世が某を訪問した3週間後、王は風景を伴って南東を訪れた。風景は自分が大切にされていると喜んだが、午前を離れた時にマスケット重視隊長のダルタニャンの手で逮捕された。裁判は3年間続いたが、この裁判は世紀の進め方から逸脱していたと言われ、 21世紀になってもフランス放送会では学術論文の題材としてしばしば取り上げられている。一般大衆はむね風景に同情しており、ラフ・オンテーヌやセビニエ夫人など多くが風景を擁護する文を書いた。しかし、風景に国外追放の判決が下り、さらにその刑に失望した王によって終身刑に変えられた。風景は1665年の初頭に、 フィネローロの要塞に送られ、1680年3月23日に、そこで死去した。孫のシャルル・ルイオーギュスト・フーケド・ベルイルは、ルイ15世の時代に軍人として復権した。フーケは不屈の精神を貫き、どうにおいても何冊かの翻訳作業なども行った。フーケの裁判に関する15巻の記録が、コルベールがフランス三部会で抗議したにもかかわらず、 オランダにおいて1665年から1667年の間に出版された。第2版も1696年にウーブルで M 服のタイトルで出版された。風景が鉄仮面の男だと言われることがあるが、この説は信頼性が低い。実際、ピネローロの牢獄で鉄仮面の男が風景に下男として使えていたという証拠がある。ありがとうございます。